と俺ね、1970年代戦ってたもん。え、どういうこと？10杯だって。え、50杯こう。50杯もうラジオも何もいらない。いらない。レース屋の車の話、始まりました。はい。世の中に旧車好きの方って多いですよね。いますね。いっぱいいらっしゃいますよね。うん、旧車好き。旧車好き、うん、1984年カローラ。カローラ、まあ微妙な旧車の微妙か。あのね、旧車好きってね、二つあると思うんですよ。にわか旧車好きと、あのずっと子供の頃から好きで思いの中で買ってった人、うん、だ最近ほら旧車って高くなってるでしょ。あ、そうだ。だからそういうなんかね、投機目的の人もいるんですよ。あ、いるいる。ですよね。確かに、はい、いるね。うん、いますよね。あとね、旧車ってやっぱほらエアコンついてなかったり、もう今年めちゃめちゃ暑いじゃないですか。うん、そうかそうか。でも大変になってたり、うん、税金がすごい高かったりね、うん、あとやたら壊れたりとか、うん、まあ、あのいろいろ不便なこともありますよね。まあ、その中でね、どう付き合うかですよね。そう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 、うん、ということでね、今回はそんな不便な旧車を愛してやまないゲストの方をちょっとお招きしてみた、うん、というわけで今回の旧車は、うん、この後ろにあります初代フェアリー Z になります。ダッツンだよね。そう、青い方がね、海外仕様のダッツさん 240Z で、うん、白い方がS30Z になります。悪魔の Z で、湾岸ミッドナイトで、それですよ、うん、ね、こういうのも街で見かけないですよね。あんまり見ない。見ないよね、今も。なかなか見ないかな、この後ですよね、うん、見るとしてね。そうだね、そうだね、30はなかなか見ない。ないですよね。というわけで、それぞれのオーナーさんをお呼びしたいと思います。はい、斉藤さんと綱島さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。斉藤さんじゃない、はい、斉藤さん、斉藤さんです。斉藤さんじゃない斉藤さんってどういう字書くんですか。完全な SNS のハンドルネームですね。なるほど。はい、そういうことか。俺こいつ知ってる。え、嘘、なんで、本当に、何が本当にだよこいつと俺ね、1970年代戦ってたもん。え、どういうこと。レーサーなんですか。昔はレーサーだったの。あ、でレーサーになれなくて、今何やってるの。どうぞ。水道屋です。え、設備屋です。設備屋儲かんない。儲かんない。わざわざこう壊してさちょっと修理箇所を増やしてんだ、あいつ。70年代って何のレース出てたことですか。サニーで、ね、サニー1200。あ、そうなんですか。ね、懐かしいよね。重みはあるよ、この顔。本当に。いや、でもね、すごいですね。いい車、さすがに乗ってますね。ああこれ今どのくらい乗ってんの。これも32、3年。偉い、うん、じゃこれですよ。偉い、さっき僕が言ったね、偉い、二通りいる。投機目的じゃなくて、はいはいはい、やっぱ好きでずっとね、車長く乗ってる人は、ね、ちょっとナンバー見てくださいよ、うん、これ朝で映ってんのかな、わかんないけど、34なんてね、2桁なんてないですよ、うん、ないよね、ない。横浜2桁ですもんね。かっこいいな。ありがとうございます、ね、これなんで260なの、ナンバー。あのエンブレームたわしたんですよ。ね、そうですね、うん。よく撮ったね。ね、これだって L 型だろ。L 型。そうだよな。で26にしてんの。そう。え、でも当時って希望ナンバー制度なんてない。ないですよね。多分順番待ちしたんじゃないですかね。ね、昔よく陸地にね、こうやって、こうやって前の番号を見てね、こうやって待ってたりとかね。俺もだから順番待ちしたもん。ああ、そうそう。俺のも2桁だよ。あ、そうだよね。86、28年持ってる。だけど綱島の方が長いな。長いね。長いね。勝った。勝った。俺お前にレースで負けたことないよな。そうそうだっけ。でもさ、最後の卒業の時 B か A で優勝。そうそう、でどっちかで優勝。で一緒だったんだよね。まあ似たようなとこ走ってたんだよね。ね、だからさ、綱島さんは同じトップグループを走ってたと。そうそう。綱島さんはそれやっぱすごいってことですね。だって俺が覚えてるってそういうことでしょ。だって遅い、うん、俺より遅いやつは覚えてないもん。だからいまだにその GT でもそうですよ、うん、日本のトップレースがスーパー GT って言うんだけど、うちのチームより遅いやつって覚えてない、うん、まあそう、だから多分俺と同じような位置を走ってたんだよね。だから早かったんだよな。そうだね、一番早かったね。とりあえず鶴島さんの方からちょっと相手のちょっと、はい、そうですね、いいところ教えてください、はい、いいところですか。もうほとんど自分からしてみたら全部ですね。なんでお前30年前にこれにしたの。昔18で免許取って乗った車が30だったんですよ。でやっぱり快適を求めて130、はあ、でもやっぱり30乗りたくなって30になっちゃったんだよね。いやだけどさ、その30年前にこれを手に入れるって、うん、なかなかいかないよね、うん、新しいもの好きじゃん日本人って、う
だよくずっとワンオーナーに乗ってるな。そうだね、一時期は手放そうかなっていう時期もあったけど、やっぱり乗っていたいっていうのがあって。これはじゃあ手はかけてないんだ。手は全部自分でやってます。あ、そう。このライトのところにあれがついてるでしょ、このカバーですか。はい、あの中に虫入りません。いや、入りません。たまにネジ外してなんか掃除するんですよ。そうなんですよ、ね、いいね。いや、ここの ね、ここの隙間から虫が入ってくんだよね。そうですよね。で、中に虫がね、溜まるんだよね。そうですね。で、生きてるんですよ、ね、ちゃんと生きてるんですよ。そうですよね。だから夜ね、それこそなんかね、山道とか走ってた。そうですよね、帰ってくるとね、だからそうですね、そう、取って、ね、掃除して、それがまたなんかね、そうですね。もともとは L26? これ2000、もともとは L2000。 それを 2.6? そう、2.6 買い替えたの。そうですね。エンジンをボーアップして。そうで、やっぱ税金違うじゃないですか、うん、だからやっぱ公認取って、うん、もう普通に車検取れるように、うん、そこまでボーアップするってことは足回りも変えるってことですか。そうですね、足回りは昔オッパマワークスってあったんですけど、うん、そこの足回りをちょっと手に入れて、うん、移植してこれついてるんですよ。だ結構もう車全体がもう本当にもう自分からしてみたらもう完璧かなって感じで。角島さんいいね。え？いやなんかさ本当になんか車を愛してるって感じがして。うん、それはね、うん、思う。だってさ、ね、これほぼオリジナルでしょ。うん、ね、大体みんなごちゃごちゃいじっちゃうんだよね。うん、だからこのオリジナルをさ大事にしてるっていうのがね、これがすごい。下のありますよね、このリップ、うん、フロントのリップ。これを自分で作ったんですよ。ね、なんか人の真似するのあんまり好きじゃないんで、自分でなんかこういう風の作ったらいいかなって感じで。そうだよね、これも僕はあんまり見たことないかな。そうですね、で派手じゃなく、派手じゃなく、ね、あんまりないですよね。そうですね、ついてるのいないですよね。でもその虫入っちゃうみたいに、実は困っちゃうこととか、面倒くさいとか、困ってることとか、不便なこととかないんですか。いやー、やっぱり古い車なんで、出先でなんかいきなりエンジン止まっちゃったりとか、はい、あるんですよ、やっぱりなんかね、電気系とかおかしくなったりとか、まあホースが破れちゃったりとか、一応スペア積んで道具も積んで出かけるっていうのがやっぱ旧車ならではの楽しみ方ですよね。白島さんは顔がいいわ、はい、あ、そうですか。今日は車の話してる時にずっと笑顔でしょ。確かに楽しそう、うん、ね、根っから好きなんでしょうね、多分。いいよね、だから車にとっても最高のオーナーじゃない、ね、そうですよ。こんなに愛してくれてさ、うん、ね、30年もさ、うん、なんかさ共にね人生を歩んでくれてるわけじゃん、うん、偉いな、人柄がいてね、出ますね、ありがとうございます。じゃあ斉藤さん、あ、はい、そしたらちょっと車ちょっと、はい、これ買って持ってどれぐらい乗って、私これ今5年目ですね。5年目、はい、あ、なんで Z に行ったの。もともと86を持ってて、うん、で86がすんごい状態嫌だったんですよ、うん、で足車欲しいってなって、うん、で最初はインプとか考えてたんですけど、うん、どんどん考えてったらやっぱ旧車の方が乗りたいなってなって、行き着いた先がこれですね。86よりこれ、86は大切に乗りたいんですよ。あ、なるほどね、はい。これ何年前って言いましたっけ。5年前。5年前はおいくらだったんですか。5年前だと相場は多分200とかですね、うんうん、ただこれは左ハンドル仕様なので、うんうん、240だからね、はい、右ハンドルは今高いんですけど、あ、左の方は少し高いですよね、はい、左の方だったら若い人でも買えるレベルですね。 86A86 ですね。 A です、うん、じゃあ旧車と旧車を持ってるってことですね、うん、そうですね、旧車と旧車ですね、うん、86の値段上げてるのは土屋さんだよ。そうかもしれない。じゃあね、重野修一だ。いや、土屋さんと重野さんですね。そうだよね。いや、だからさ、そう、人のこと言えないんですよ。自分が犯人だよ。すいませんでした。そうだそうだ。ね、そうだよね。え、だけど綱島はさ、この Z 以外に何乗ってんの？サニー110、それこそ戦ってたやつ。それも持ってるんですよ。え？マジで。マジで。ね、やっぱ好きなんですよね。好きだね。え、この他にじゃあ86と Z とあと可愛いトゥデイがいます。トゥデイ、そうだよね、お友達、お友達。トゥデイだって古いやつでしょ。古いですね、古いよね、はい、トゥデイね。
あれキャブ仕様なので、あの持ってる3台中2台がどっちもキャブなんですよ。だってこれもキャブじゃん。これもキャブなので、これ綱島ソレックス、キャブキャブキャブ、うん、ソレックス50杯だって。え、50杯ってやつ。50杯音がいいんだよね。50杯吹けない。カポ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 。斉藤さんのは、僕のは40杯です。40杯はプーン。津田島のカポ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 カ。その時代で本当にキャブの音、うん、これはね本当にもうラジオも何もいらない、いらない、もうトンネルの中で窓開けてグーッって言った時のその音、もうそれがたまんないですよね。もうたまんない。この親父どうよ。なんかすごくいい、うん、めっちゃさ医者の伝道師だね。めっちゃいい年取ってるよね。いいね、人生を楽しんでる。楽しんでる。いやなんかさ、最初とも若いのにさ、ね、と若いのに20代でね、30ですね。今そう今ね、今30なんです。でも5年前って20代でしょ。そうっす ね、 ね、30でさ、ね、すごい25で絶対この、そうこの車を乗ろうとは思わない。なあ、だって今の車はめっちゃ便利だしさ。そう、こんなん全然不便だし。旧車3台持ってるんでしょ。はい、うん、エアコンだって効くの。はい、ついてないです。エアコン全然そんな人力ですよ。そうだよね、はい、扇風機。86は何歳で買ったの。86も25なんですよ。あ、そうなんだ、はい、でそれまでは MR2 ずっと乗ってて、うんうん、で走り屋だ。走り屋なんですかね。はい、え、綱島は一筋ずっとサニーとジェットと。そう、うん、偉いね。本当ですね、浮気してないですね。偉い侍です、侍ね。自分の車の方が、まあ、便利は便利じゃないですか。あ、まあ、私の車にないその旧車ならではの魅力はどんなところですか。魅力ですか、うん、形じゃないですかね、うん、まあ、やっぱり形も本当この車好きですよね、うん、はい、昔ながらのね、なんか本当にデザインは。だってロングノーズはないですもんね。そうだよね、ロングノーズショートデッキがやっぱり旧車の一番の魅力、うん、そうだね、体験に関しては。なるほど、斉藤さんのなんかワンガンミッドナイトだよこれ。そうね、まさに恥ずかしいんですよ、それすごく。本当にね、悪魔のセット。そうそうそう、本当そのものだよ。バッパーはこういうやつですか。なんかちょこっと開いてるけど。あ、これ海外仕様だからですね。はい。5マイルバンパーって。そうですね。あ、マイルバンパーとはまた別なんですよね。はい。これはエンジンノーマル？これエンジンは L24 でノーマルですね。あ、そうなの。はい。ただカムが輸出仕様なんで、あのちょっと度が高い。68度ってちょっとだけあの国内よりかはいいカムが入ってる。あ、そう、勉強してるよね。なかなかここまで言えないよね。そんなエンジン。にわかだと絶対わかんないよね。そうね。でもあれです、あの旧車乗ってると、うん、そういうとこ勉強したくなるのがいいとこなんですよ。困ったこととか故障したとか、うん、そういうトラブルがあったんですか。あ、うん、もうそんなのめっちゃありますね。首都高で環状線を走った時に一回もう水温計が爆上がりしちゃって、うん、それで降りて、エンジンルーム開けてみたら中ヒーターホースが断裂してて、うん、で水蒸気バーってきてウォータークーラントですね、全部自分にかかって、うまいね、いや本当やけどしましたね。そうだよね、はい、まあ、ホース類は行くよな、うん、ホース類行きますね、うん、定期的に、うん、パーツっての持ってるんですか。パーツは持ってもいますし、あと特に、まあ、S30Z、S30 系はですけど、パーツすごい豊富なんですよね。うん、あるね、はい、新しいパーツも出るし、皆さんたくさん乗ってたから、今でもパーツ、うん、中古が出るっていうので、まあ、すごく乗りやすい車とは思いますね。そんなあるもんなんだ。そう、あるね。ありますね。海外とかね。例えば、顔にね、はい、やけどするぐらいの時って、その後はどうするんですか。そうっすね、もうそれはもう泣くの。いや、いやこれはこれで、ああ、ちゃちゃちゃ、もう泣かないですね。まあでもこれはこれで可愛いとこだなと思いながら。帰ってから泣くんじゃない。帰ってから泣きますね。そう、ね、ちくしょう、電車好きってそうだよ。ね、うん、そうなんだ。俺だけだともう尻尾巻いて、もういいよ絶対だ。明日から国際車乗るんだ。新しい車乗るんだ。だからそのだだこねる子供みたいなもんなの、旧車って。手がかかるところが可愛い。そこが可愛い。で、俺が直してやるから。俺直せないからな。そういうのがいい。そうなんですね。だって本当に綱島と俺の時代って、
その金がないからさ、はい、自分でエンジンもミッションもオーバーホールだよね。そうだね、うん、それはできる、まあ、2人はできるけど、それはできないよね。金がないから。そう、金があればさ、そう、金があれば、ね、ショップに頼んでお願いしますって言うんですよ、ね、できるけど、僕なんかの時代は自分で車運んで、うん、自分でセットアップして走るっていうのがね、基本でしたもんね。富士スピードウェイのゲートの前で寝てんだから朝。そう、ね、順番待ちでね、4時か5時ぐらいに行って、そうそう、ね、ゲートの前で寝てんの。で、金あるやつは民宿に泊まってやる。そうそう、そうそう、前で来て前でね。もう貧乏人はトラックの中で寝るの。でもね、あの土屋君は早かったから、本当ポンポンってね、本当レーシングドライバーね。僕は途中でやめました。あ、津島なんでやめたの？俺グループ A まで、でも坂東さんとこ乗ってましたよ、ね、あ、すごいじゃん。あ、そう、うん、あ、そりゃ大したもん。そこまで行ったけど、やっぱ俺にはもうちょっと向いてないかなって。いやでも本当に偉いよね。だからまあこの年齢でさ、斉藤さんが25で買ったわけじゃない、はい、それが俺はすごく嬉しい。斉藤さんあとね、なんか気持ちが若い。あ、まあね、そんなお二人がね、あの愛車でね、愛車とまあ最もかっこよく撮れた1枚っていうのね、はい、写真を今日、あ、あります、あります、撮っていただいたということで、いいですか、出しちゃっていいんですか。いいよ、はい、いいよ。これは富士スピードウェイの、あのストレート全開走行ってやつで、ストレートだけ全開できるんですよ。それで楽しんでいきます。ストレートだけ全開できる、そういう大会みたいなのがあるんですか。大会は、まあ、大会じゃないですけど、イベントだね。そうですね。ただほら普段やっぱり、ね、透明で全開とかできないんで、はい、やっぱあの富士のストレート長いじゃないですか、うん、そこで自分の車を試すみたいな感じで、一応240キロぐらいは出るんで、240キロ出したの、うん、出ます、すごい、ね、はあ、またそれがた、いや絶対怖くないですね、楽しめました。そのかっこいい一枚です、まあ、こういうにわかじゃない人たちっていうのは自分の車でちゃんと走ってセットアップしていくからね。そうそうそう、だから信頼してるよね。そうだね。え、これは Z だけの集会？いや、これ何でもありありだったね、車は。これ斉藤さんは行かないね。これ僕は多分行ったらぶっちぎりありますね。そう、はい、まあストレートだけだからね。ストレートだけだからっていうの。私のですはね、こちらですね。大国だよ。大国だよね。で、これ横86、そうなんですよ、見ていただいたら分かるんですけど、やっぱりもともと86乗りの人間なので、周りに86の友達しかいないんですよ。後ろバンプラで、そうですね。やっぱり旧車界隈って友達作り一番重要だと思うんですよ。何かしら相談したりパーツとかも相談できるってなったらやっぱり友達作り重要 で、うん、でそういった時にやっぱり周り86乗りでもともとつながり作ってたのが良かったかなと思いますね。86でやるとなんか不良の集会みたいな感じがあるけど、そうじゃないんだよね。不良の親だったのに。でもなんかそういうのは一時あったじゃないですかね、この86ね、大黒人で集まんないでくれたりとか。そうですね、パトカー言ってましたよね。言ってますね。だけど本当に今の大黒に集まる子たちって何の悪さもしないから、ね、だったらいいよね、並べて写真撮って帰るっていうさ。そうです ね、つばしも行くの、大黒たまに行きます。あ、写真うまいね、これ撮ってる人。綺麗だよね。先ほどのね、つばしまさんのやつもうまいけど、まあ、え、これはお二人とも自分で撮った写真？これは自分ですね、私は。隣に86あるのがいいね。綱島、ねうん、のはやっぱこう富士スピードウェイ。ああ、ね。綺麗、ね。本当アップスではもうちょっとね、車映ったんですけど。うん、いいじゃん。ね、スタート直後。ポールポジションじゃないですか。なかなかいい写真だよ。ね、本当だね。2人とも夜ですか、この写真？これは夜ですね。これはもう、夜も夜だ、深夜ですね。外国はずっと昼間も夜もね、多いですね、いっぱいいるよね、はい、さあ、それでは、ね、ここからお二人の愛車をね、ちょっとじっくり見せていただこうと思います、はいはい、車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。